すごい場所に来たな、本当。地獄ですよね、これ。どう見ても。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。ですね、まあ前回の続きやっていくんですけども、あのね、深海に、なんかものすごい場所をね発見したんですよ。でさっき行ってきたんですけど、水分とかがこうなさすぎて一旦引き返したんですね。で今はこう何水分とか食べ物だ作らないと、食べ物とかを準備して、そのものすごい気持ち悪い場所にね向かおうと思います。本当に気持ち悪い場所で、っていうか場所覚えてるかなあ。とにかくご飯も準備していきましょうか。で気持ち悪い場所行けば何かが発見できるかなと思ってます、きっとね。あ、こっちじゃないわ。それでは行きますか。ロボットに乗って発進。ちょっと待って、その前にセーブしとこ。はい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 、行くぜ、レッツラッゴー深海へ。でもね、あっこにねリヴァイアさんおったんですよね、ゴーストリヴァイアさん。あれね、あれに見つからないように行かないといけないから。そうね。でね、南西の、南西やったかなの逆、北西に進んで、北東か、北東に進めば確かあったんですよね。ほんといろいろあって、ちょっと待ってよ。そう、なんか硫酸の塊みたいなのもあったし、これ何、未知の卵か。ちょっと迷わず、あー宇宙人いる。ちょっと待って、引っかかった。ちょっと待って、早速ダメだ。オッケー、はいはいはい、あれ動けない、これすぐ引っかかるなこれ。うわー、うっしょい、された、ワープだ、ワープされた、あー宇宙人からワープされたぞ、逃げろ、危ない危ない危ない、こ、あー怖かった、あれされるからね、ほんと怖いのよ。あとね、ブラッドオイルってやつと、ディープシュルーム、ルーム？え？ディープシュルームかっていうやつをね、そう探さないといけないのよ。どこやったっけ？もう早速わかんなくなったわ。まあ、こっち方面に行きゃあったはずだから。あー、この辺だね。この辺だ。うわっしょい、来たな。逃げろ。ここだよ、このなんか緑の、何この硫酸なんかな、なんか変な液体が出てる場所があって、その奥進むと宇宙人の住処があるみたいなね。そこに頑張って向かおうと思います。よいしょ、もうそろそろ腐るかな、食い物古めになってきたね。ちょっと食べといた方がいいな、古めだな、ダメだな、もう食べとこう、食べよう。はい、これでいいだろう。食べ物はすぐ食べれるからまあいいとして、まあ飲み物はねちゃんとあるから大丈夫で、ここよね。そう、ここに来たの、迷い込んできたのよ、たまたま。でここにはね、見たこともないような鉱物があったり、そういろいろあったわけさ。ペン、ベンゼンとか、ポリアニンとか、何、合成繊維みたいなものがね作れるようになるらしいんですよね、そのブラッドオイルか、ディープシュルームかを取ることによってね、また設計図が解放されるということですよ。まあまあ、なんせちょっと探検しましょう、この深海のよくわからん、あ、これ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 、皆さん、これよ、これわけわからないのがね、ここにあったの、こんなんあったのよ。で、ここから先ね、もう本当に私は初見なんですよね、この先はね。よいしょ、ちょっと引っかかるな、引っかかる引っかかる。あ、ほらほら、あそこに通路みたいなのあるでしょ、
あれ何って感じ。結晶化したらいいよ。あ、結晶化したらいいよ。ここにもあるぞ。こういうのを取っていこう。こんなんあんまりもう見たことないもんね。見たことない鉱物があるってことはもう最終回に向かってるっていうことですよ。とうとう僕もこの世界からね脱出することができる。あ、ルビーだ。はい、ルビー、はい、ルビー、ルビー、レッツラゴー。痛い痛い、引っかかるな。本当に本当に引っかかるわ。ここ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 よ。ん？だがしかし、だがしかし入れんよなこれ。出て入んのこれ。え、どうやって入んのこれ。どっかにないの、なんかあのタブレット、オレンジタブレットないの。何これ、ニッケル、ニッケルなんて落ちてるぞ。これも初めてだ。ニッケル、ルービー。え、これ紫色のやつで入れんのかな。紫タブレットで入れるんやったらまた取りに行かなあかんけど、これよな、どう見てもオレンジしかあかんの。やっぱりやっぱりオレンジしかあかんの。え、紫でもいいのかな。これ入れないのね今は。この先になんかあるんでしょうな。ってことはまた別のところからいろいろ探さなあかんのかな。ないもんな、オレンジタブレットみたいな。どっかにあんの、どこかにあるはず絶対。このお口の中とかエイリアンよねこれ、どう見ても。これ伝っていったら何かあるんかな。よう分からんやつ。これ、これ伝っ、ここになんか落ちてるとこあるんかな。ちょっと伝ってみる。いや、ただのライトか。なんかどっかに繋がってないの。分かんないな。わあ、すごいな、すごい場所に来たな。ほんと地獄ですよねこれ、どう見ても。ようこの人こんなとこ一人で来れますよね。っていうか 690m まで潜って体大丈夫なのねこれ。すごいね、丈夫よね、体柔らかいからねこの主人公は。まあいいや、ちょっと探そう。ん、なんか光ってる。ん、なんかあるぞあそこに。何あれ。は、あ、ゴーストリバイアさんがいる。ダメだ。え、怖い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 。あいつでもこの毒の中入ってこれないの、もしかして。もしかすると、ってことは私の勝利ですね。怖っ。え、真上におるけど、あいつめっちゃ強いんですよ。何これ、何これ、え、何この口、え、気持ち悪い。ちょっと隠れよ隠れよ、この中に隠れといたら大丈夫だろう。怖っ。うわっ、これも取れるんだね。怖っ、見えてないよね僕の姿。ゴーストリバイアさんの鳴き声聞こえるけど。え、おるおる、来た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 。怖っ、引っかかってたねこの牙に。ああ、よかった、ここ追ってちょっと隠れながら行こう。なんかすげえとこ来たぞ。なんかやめろ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 、ごめん、あちげ、本当に怖いわ。音が変わった。そして何あのツリーみたいな、な、あ、あった、これ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 、ディープシュルーム来たー。
ちょっと待てよ、なんかいらん。ルビーはもう、んルビー今いっぱいあるからもう置いといて。なんだこの怖い音、怖っ。まあ戻り方はなんとか覚えてるからまあいいとして、ちょっと待ってよ、一旦探索するか。なんか森？なんだここ、なんだここ、あ？これなんだ、スキャナールームの残骸？なんなのここは一体。何これ、ちょっと待って、なんか落とそう一旦。これ何、種か、ただの。これちょっといらんか今は。今はこれ何、ブラッドオイル来た来たー、作れるようになったぞこれで。ね、ブラッドオイル、うわお、結構これ一旦戻った方がいいかな。これ一旦戻ろうか、ちょっと待ってよ、その前に一旦戻ろうか、一旦戻ろう。アイテムをちょっととにかく置きに行って、ストレージを開けて、ここ探索してたんですけど、まあブラッドオイルと、これなんだ、すごいな、気持ち悪いなここ。痛いな痛いな、やめて。ぐらいしかないな。エアロゲルがいっぱいあるなここには。こっちまだ奥行けそうだな。あ、違う、これ戻ってくるんだ、これ戻ってきてるわ。この上から行けんの、あ、え、あ、そうなの、ちょっと待ってよ、あれ頭よね、あ、頭の上から行けんのこれ。あ、覚えとこ覚えとこ、ここに繋がってんのか。あ、じゃあ超簡単やん、回り道しなくても。あー、なるほどね。まあ、ブラッドオイルと、あと何だったっけ、あのディープシュルームか、これら手に、うわーちょっと怖いな、これら手に入れれたから、まあ新しいものを作れるようになったから、まあいいでしょう。一旦またストレージ満帆になったから、ちょっと置きに行くか。どっちだったっけ、ん？っていうかちょっと待って、サイクロプスのシールド装置とかここにあったんだけど、探索してたらこれか、これがあるってことね。っていうか下にも行けるよねこれ。クラーって見えない、あ、なんだ、まだある、ペガ思考の音声。あ、オレンジあった、あーはん、もう戻らんと、でもちょっと死ぬな。2階もちゃんと、いや一番下か3階か、あ、どっから入ったっけ、全部見たかな、もう1回だけ確認しよう。これでこの部屋も見たでしょ、見たね、でこの部屋もしっかり見たね、これ見たね、光ってるけど見たね、オッケー。じゃあ下降りようか、うん、下降りよう、下で下に降りの、この部屋ちゃんと見てないから、さっき酸素なくてやばかったのよね。ちょっと待ってよ、
ね、流体容器って。あとは特に何もないよね。これも関係ないよね。ってことはこんだけやな。ないね。オッケー、じゃあもう出よう。よーし出よう。もうここには用はない。ビーコンも設置したし、いつでもここに来れる。うん、こっちか。いや、あんな建物あるとは。人が来てたんだね、こんなところにも。すごいな。で、さっきオレンジのタブレットを見っけたから、さっきのあの入れないところ入れるってことね、これ。やったぜ、いろいろゲットできてよかった。はい、じゃあとりあえずブースター作りましょうか。これね、全部揃えてきたんで、ニッケル鉱もさっき拾ったんで作れるようになりましたね。はい、じゃあ作ってください。あー、作ってますね。あと本体のところとコックピットを作れば、この星から脱出できるっぽい、多分ね。でもなんかあれかな、またあのビーム撃たれるんかな。いいですね、かっこいいな。おお、すごいな。あんだけの素材でこんないっぱい作れんの、すごいな。あ、できた？あ、できたっぽいね。あ、できたっぽい、できたっぽい。あー、次の素材は？あ、結晶化したやつ。これ持ってるから。あー、4パワーセル2個？ 4 パワーセルいるの？ 4 パワーセルってどうやって作んの？まだ先は長そうだな、これ。まだもうちょっとかかりそうですね。もう一息な気がするんですが、まだ長そうですね。はあ、やっぱり超深海に行くまでは終われない感じですね、これ。あっこ行かないといけないね、次。はあ、頑張ろう。よいしょ。